統括です。まあ、最近炙ってばかりなので炙り飯 TV に変更するか迷ってます。ってことで今回は回転寿司のネタを丼にしてみたシリーズってことでサーモン炙りマヨ丼を作っていきたいと思います。サーモンの刺身とマヨネーズさえあれば簡単にできるのでぜひ作ってみてください。ってことでサーモン炙りマヨ丼を作っていくでござる。ということですね、サーモンの炙りマヨ丼を作っていくんですけども、今回使用する材料はこちら、ノルウェー産のトラウトサーモンになります。脂が乗っててめちゃくちゃうまそうですね。ということでさばいていきたいと思います。でちょっと真ん中にですね、筋を入れていきます。よし、こんな感じですね。で、残ったネタはちょっと叩いていきます。サーモン盛り付けていきます。ここにわさびを塗って叩いたサーモンをシャリ代わりにして握っていきます。こんな感じでひっくり返して握っていただいてご飯に盛り付けていきます。同じように盛り付けていきます。握ってひっくり返す、これだけ。マヨネーズをかけていきます。で、ここに醤油かけていきます。醤油をかけることで、まあ、炙った時に焦げてすごい香ばしい香りになるんで炙っていくでござる。うわ、めちゃくちゃうまそう。はい、これで完成です。ってことでサーモンに感謝していただきます。このインスタ映え感やばくないですか。見てわかるうまいやつ、まずはこの辺からいただいちゃいます。絶対うまいでしょ。シャリを叩きにするってアイデア、俺ぐらいしか考えつかないんじゃないですかね。いただきます。めっちゃくちゃうまい。ただでさえそのまま食べても美味しいサーモンをマヨネーズと青のり、醤油ですよ。こんなんまずいわけないじゃないですか。炙ったことで醤油が焦げて焦がし醤油っていうんですかね、最高に美味しいです。じゃあこれはがっついていただきます。はい、ってことでごちそうさまでした。今回はサーモンの炙りマヨ丼を作っていきましたけども、脂が乗ったサーモン、そしてマヨネーズと青のりで焦がし醤油、これは本当に間違いないです。ってことでこの動画を見て美味しそうだなって思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ありがとうございました。